マリオ、マリオ、どうしたんだ霊夢？って、最近、私のことマリオって呼ぶから、うっかり返事してしまったぞ。そんなことはどうでもいいのよ。いや、どうでもよくねえよ。まさか、また、警告が新しい戦車を開発したとかじゃないだろうな。ええ？マリサ、K2 戦車のこと知ってるの？これは気になるわね。ということで今回は韓国 K2 戦車は我が国の誇りだ、だが、大重量すぎて段差登れないわら、お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、警告が開発した新型戦車、確か名前は K2 戦車だったか。そうそう、なんか噂で聞いたんだけど今回も K1 戦車と同じくらいポンコツだって噂よ。まあ、基本的に警告の兵器はヤバいがな。それじゃ今回はこの K2 戦車がどれくらいのポンコツなのか。そして、ポンコツにもかかわらず輸出に成功している件、説明していきたいと思うぜ。ええ？ポンコツなのに輸出しちゃってるの？どんだけ？まず、今回紹介するのは黒豹の異名を持つ K2 戦車だな。これは K1 の後継として開発した第 3.5 世代主力戦車なんだぞ。K1 ってあの K1？ どの K1 だ？ほら、ピーター・アーツとかアーネスト・ホーストとか、ウリタさんが出てた。その K1 じゃねえよ。それに、ウリタさんはブレイキングダウンだろ。K1 といえば、ずさんな管理のせいで方針が爆発していた欠陥戦車のことだな。ほう。その後継機ならば期待できるわね。2000年代、各国の第3世代の主力戦車が改良などを受け、3.5 世代戦車の道を模索していた警告だが、最高発のメリットを活かして、国内開発という形で作り上げたのが K2 戦車だぞ。しかもな、当初は今の戦車に求められる必要な要素をすべて詰め込んだ戦車。国内ではあのレオパルド2、ルクレールを超えたという宣伝がされていたんだぜ。あのレオパルド2を超えるですって？はい、また大ボラ吹いたわね。ただ、K2 戦車は国産とは言われているのだが、自動装填装置はフランスの主力戦車ルクレールの開発企業からの導入なんだな。おフランスのですか、おっしゃれわら。アクティブ防御システムはロシア系企業からの技術導入で作られているぞ。ロシアの防御システムとか信用度、ゼロやんわら。しかも、エンジンに至ってはルクレールでも使われており、ドイツのユーロパックのライセンス生産なんだな。ふむ。実際、国産戦車といえば言えなくもないけども、国産と言いながら、大部分を他国の技術を借りているというわけね。だな。ここの部品も輸入していたりライセンスを取得して生産しているから、純粋な国産と言えるのか、ちょっと怪しいな。かなり怪しいわよ。まあ、警告で純粋な国産戦車を開発なんてことしたら、結果は、目に見えているわね。で、K2 も予想通りのポンコツだったの？いや、これがポンコツだという意見と、価格の割には悪くないという意見があるんだな。ええ？二通りの意見があるんだね。ああ。その辺も詳しく解説していくぜ。じゃあまずは K2 戦車のスペックについて紹介していくぜ。あのレオパルド2を超える戦車なのだから、それはすごい戦車なんでしょ？ああ、期待して聞いてくれよな。まずは K1 戦車では破裂してしまった手法だが、これは K1A1 から引き続き、ラインメタル製の 120mm 滑空砲を搭載しているんだ。うん。また同じ事件が起きそうで草も生えないわ。で、一応は K1A1 が44口径で、K2 戦車は55口径のものを採用しているんだぞ。ふむ。単純な攻撃性は上がっていると見られるわね。で、実際ちゃんと使えるの？もちろんだぜ。今回、手法の口径を大きくすることにより単純な攻撃力は上がったんだ。当然、警告も我が国の戦車は強い2だ、とかなんとか言って喜んでいた。もうフラグ立ってるじゃんかわら。しかし、口径を大きくしたせいで滑空砲が重くなり取り回しが不便になってしまったんだな。フラグ回収早すぎ。それに確か朝鮮半島って意外と産地が多いわよね。ああ。朝鮮半島での戦闘を考えれば、取り回しに劣る55口径を採用するのは解約と言えるな。もちろん敵が日本の場合は話が別だが。そうね。K2 戦車を K 国国産空母とやらにでも乗せて、竹島で活躍しそうだわ。他には何かないの？それなら搭乗者が嬉しいポイントとして、K1 戦車では人力装填だったのが、K2 戦車は自動装填装置を搭載していることだな。これで腰の心配をしなくて済むわね。だな。K1 戦車では中腰のまま人力で砲弾を装填していたから、腰を痛める兵士が続出したんだ。また、これによって K1 では省略されていた砲塔後部の弾薬庫が K2 に搭載されたぞ。おお、弾薬庫まで追加されたんだね。それじゃ意外と強いんじゃ。まあ、戦車に弾薬庫があるってのは、理にかなってるしなかなか強いよな。警告すげえ、本当に自国でこんな装置を開発したの？これがな、この装填装置。
警告は他国のものを参考にして自国開発したと宣伝しているんだな。だが調べてみたところ、形状からしてフランスのルクレールのパクリ品ということがわかったんだ。やっぱりね、警告は過去にもいろんな兵器をパクってきたから、今さら驚かないけども。まあ、今回は戦車としてまともに動くだけマシなんじゃない？劣化版コピーしかできないかと思ったから意外だわ。だな。それじゃ K2 戦車の薄っぺらい防御面も解説していくぜ。視聴者の皆さん、K2 戦車は日本の一丸式戦車や、歴代の戦車たちに勝てると思いますか？コメント欄で教えてね。ねえマリサ。さっき K2 戦車の防御は薄っぺらいって言ってたけど？ああ。K2 戦車の防御面は砲塔と車体の正面装甲に国産のセラミック系複合装甲があるのが特徴だな。しかも、ロシアから技術提供を受けて作られた爆発反応装甲とアクティブ防御システムまで搭載されているんだぜ。ほう？それだけじゃなく、機動面でもなかなかの性能で、正地における最高速度は70キロ。不正地においては最高48キロ。静止状態から32キロへの加速は7秒ほどしかかからないそうだ。ん？待ってよマリサ。それだけ聞いていると結構強そうじゃない。まあ他国の技術もりもりで生産された K2 戦車は、カタログスペック上はそれなりの高性能なんだぜ。また日本の74式戦車に似た油圧サスペンションがついているから車体の姿勢変更も可能だぞ。これを主砲の高負荷と組み合わせれば、ヘリコプターとも戦える？その通りだぜ。まさか日本のヘリ空母である出雲とかがと戦うための仕様とかじゃないでしょうね。それはいくらなんでも考えすぎだぜ霊夢。ちなみにこの技術はイギリスからパク、提供されたものだな。これって本当に自国開発の戦車なの？ほぼほぼ、海外諸国の技術とパーツで作られてる気がするんだけども。確かに国産とは何なのかって気がしてくるよな。それじゃ、K2 戦車の性能はここまでってことかしら？おお、忘れてたぜ霊夢。何を忘れてたのよ。一番大事な追加機能、K2 戦車の C4I を説明するのを忘れていたぜ。C4I っていうのは何なの？これは、GPS と管制後方装置を合わせた位置情報システム、敵味方識別装置だな。そして警告版データリンクシステムも搭載されているんだぜ。データリンクシステムまで？ああ。これにより味方と敵の位置情報の共有もできるし、攻撃対象の割り振りなんかもできてしまうな。まあ、警告のように味方を誤射してしまう奴らには、必須の機能だぜ。さらっと味方を誤射してしまう。って言ってるのが気になるけど、そもそも警告版なのがちょっと怖いわね。おいおい霊夢、今時、警告の戦車がポンコツだなんていうやつはそういないぜ。え？そうなの？実際に警告性を使用したらどうなるのかがわかる事例が、K2 戦車で起きているからな。うん？それはどんなことなの？実はな、K2 戦車のエンジンは、試作車の時点ではドイツ製ユーロパワーパックを搭載していたんだ。そして、量産車からは国産パワーパックに移行していく予定だった。だった？だがな、警告さんのパワーパックは、搭載してすぐにクラッチとか変速機が粉砕してしまったんだぜ。あわわ、こりゃ大惨事ね。さらに、シャフトは曲がるわ、変速機から油は吹くわで、警告群も持て余していたんだな。とんでもない量の問題が発生してて書ける言葉もないわ。その結果、開発が遅延し、量産型の初期100台に関してはドイツ製ユーロパワーパックを積むことが決定したんだぜ。しかも警告は、これらの問題に対して、ドイツの技術を真似して作ったんだから、問題が出たのは私たちの責任じゃない。ドイツのせいだ、ドイツが悪いんだ、と言ってドイツに謝罪と賠償を請求してしまう。ドイツかわいそう、警告に技術力をパクられおまけに賠償請求されるなんて。その後も国産パワーパック問題はなかなか解決せず、おかげで全く開発と戦力化が遅れに遅れたんだな。もう、他の国のパワーパックでも輸入して取り付けるしかないんじゃない？だが、警告は威厳にかけて断固として国産にすることを譲らなかった。いらねえわら、それ一番いらないプライドじゃん。だから最初の100台以外は国産のものになっちゃったのか。で、この K2 の国産パワーパックは、実は警告の審査を通る性能まで達していなかったのに搭載されてしまったんだぜ。は？どういうこと？国産を優先して採用した警告国産パワーパックだったが、警告合同参謀本部の審査で不合格になってしまったんだな。だが、警告合同参謀本部は要求値を8秒から9秒に引き下げることで、この問題を解決したんだぜ。いやちょっと待てよ。問題解決どころか問題増えてるじゃん。早くできないなら、基準を下げればいいってどんな理屈よ。他にもドイツから輸入したにもかかわらず制動圧力が非正常作動したり、下り坂でエンジン速度が 3000rpm まで上昇したりもしたな。一体、何件の欠陥が見つかったのよ。
ドイツから輸入したパーツでは、今までに合計24件の欠陥が発見されているぜ。24件とか、ドイツのパーツ信用なさすぎじゃない？いや、これはドイツのパーツと警告の K2 戦車の構造がただ合わなかっただけなんだぜ。なるほどね、ドイツさん、勝手にパクられ改造され、おまけに信用まで奪われるという、さすがにひどくない？だな。K2 戦車の欠陥の件数は類を見ないほど多いんだぜ。エンジン39件、変速機33件の計72件の欠陥が次々に発生している。増えてる、欠陥増えてる。さらには運用試験評価でもさらに91件の欠陥が発生したり、一段ギアで出発ができなかったり、最初から変速が不可能な欠陥もあったぜ。ちょっと待ってよ、さっきマリサ、こんな低レベルの国産戦車を輸出してるって言ってたわよね。そうだな。でも、こんなポンコツ戦車を欲しがる国が、一体どこにあるのよ？これがあるんだな。それじゃ K2 戦車を欲しがる国を解説する前に、K2 戦車の装甲のヤバい部分も紹介していくぜ。ヤバい部分、まだあるのかよ。K2 にはセラミック系複合装甲が採用されているんだが、装甲のセラミックはアルミナ系やチタン系を使うのが主流なんだな。しかし、K2 の場合は、炭化系素系セラミックを使用しているから、衝撃で砕けやすいんだぜ。防御力も低いとか、意識低すぎないこの戦車？まだまだあるぞ。この装甲のもう一つの特徴、リアクティブアーマー爆発反応装甲が搭載されている。おお、名前は強そうね。もちろん強くて、爆薬を詰めた金属の箱状の構造で、数重鋼戦車の表面を覆うように設置し、これに敵の砲弾が当たると中の火薬が爆発して、砲弾の威力を減退させることができるアーマーなんだぜ。爆発してダメージを減らすのか、すげえ。で、あれ？自爆したらダメージがあるんじゃ？その通りで、仲間を巻き込む可能性があるぜ。しかも防げるのはヒートと呼ばれる成型作薬弾くらいで、各国が主力砲弾とする装弾と突き機有力鉄鋼弾への防御力は皆無だぞ。K2 戦車は防御面でもボロボロなのか、防御だけだと思うなよ霊夢。K1 の後継機であり、後継を上げた文化力が上がったと思うのが普通だろうが、まさかの攻撃そのものができないんだ。待ってよ。防御力だけじゃなく攻撃力までボロボロなの？ああ、対弾試験中に APFSDS が発射の衝撃に耐えられずに折れているからな。発射の衝撃に耐えられずに折れるって、ちょっと前代未聞すぎない？また、K2 は障害物突破に問題があって、回避運動の際に弱点である横っ腹を晒す挙動を見せるんだ。バイオの自ら弱点を晒すタイプのボスかよ。さらに2014年9月、K2 にはアクティブ防護システムが搭載されなかったことが判明したぞ。それはどうしてなの？理由は、衝撃で砕けやすいからということだが、実際は1台あたりの価格を80億ウォン約7億6000万円以下に抑えるため搭載しなかったという説が濃厚だ。搭乗者の安全なんて気にもしてないのね。警告の兵士がかわいそうに思えてきたわ。しかもな、1995年の開発開始から20年以上経ったエンジンだが性能に問題があり、試作品は国防衛事業庁の試験に落第に次ぐ落第を繰り返していたらしい。ついには、変速機の生産メーカー S&T 重工業が試験方法や性能要求が厳しすぎるとして防衛事業庁を訴えてしまったんだぜ。え？ちょっとひどすぎない？こんな国他にある？ないぜ。そういえばさっき言ってた、K2 戦車の輸出先ってどこの国なの？ K2 戦車の輸出先はポーランドだな。ポーランドだな。6月1日のコレアウェーブによると、警告現代ロテムがポーランド K2 戦車の輸出で高い実績を上げている中、年内に K2 戦車180台規模の第二次輸出実行契約が締結される可能性があるという見通しが出ているそうだな。おいおい、こんなポンコツを180台も買うとか正気の沙汰じゃねえ。一次実行契約物量は来年納品が完了するため、2026年以後の輸出量まで確保すれば安定的な成長動力を確保できるものとみられる。とのことで、ポーランドは K2 戦車の購入にかなり意欲的らしいぜ。どうしちゃったのよポーランド。背が大きすぎて頭に酸素が回ってないのかな？ポーランドのメディアディフェンス24によると、ポーランドのベーダ国防次官は最近のインタビューで、K2 戦車180台の供給契約交渉を直ちに再開する計画であり、年内に契約が締結される可能性があると明らかにしているぜ。悪いことは言わないからやめときなさい。そんな現代ロテムは2022年、ポーランドと K2 戦車1000台規模の輸出基本契約を結び、まず180台に対して一時実行契約を締結し、残りは820台なんだ。180台で止めときなさいポーランドちゃん、悪夢を見ることになるわよ。かもな。まあ、ベーダ次官は、
今回の訪韓で、両国間の防衛産業分野協力を発展させるために全ての当事者が努力していることを感じたと話しているぜ。また追加で180台の K2PL 戦車購入を前提とする行政協定第2号に関する交渉を直ちに再開するとも話しているぜ。まあ、K2 戦車の組み立てはポーランドでやるみたいだから、さすがに問題は起きないと思うけどな。でも、ポーランドで組み立てたとしても、元が元だからね。ちなみにだがこの K2 は時を遡ること2013年4月、まともに走行すらできない状態でペルーの戦車更新コンペに参加していたことがあるんだぜ。待ってよ。どこの恥かきコンペだよ。対抗馬はオランダが中古のレオパルト 2A6、ロシアが T90S と完全に舐められていたぜ。ドヤ顔でレオパルト 2A6 と T90S と並んだ我が国の K2 戦車、かっこいい2だ、とか言ってそうね。これからも警告から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。